この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。新たに集められた4人の逃走者たち、まもなく第1回のゲームが始まる。さあやってきますね皆さん。逃走無事成功して、僕はうまい棒10本買うんだ。いや勝ったらな、何買おうかな。スイッチ視聴者に100台プレゼントとかやっちゃおうかな。いやそれはないかそれやったら死んじゃうな。どうもこんにちは、サスです。今回何これ、一家逃走中に参加させていただくっていうことで、まあ参加させていただくからには絶対に逃げ切りたいと思います。はい、どうもトマトです。今回はね、イカ逃走中やっていきたいと思います。ハンターイカに倒されれば即死だ。一度捕まると復活することはできない。それが今回の舞台はバッテナストリート。広さは東京ドーム 0.1 個分。逃走者の武器やギアは自由で、エリアを塗ったり隠れたりすることができる。ルール違反となる禁止事項は、ハンターに攻撃、スペシャルを使う、マップを見ることが禁止されている。ハンターに捕まれば即失格、スタート地点から出ることはできない。見事逃げ切れることができれば告知枠が与えられる。果たして逃げ切る者は現れるのか。さあ、こういうね、時間の間にいろんなところを塗っといて、捕まらないように、ハンター以下に捕まらないように、逃げたいと思います。さあ、残り時間、3分になったら多分出るのかな、ハンター。はい、というわけで、まあ今回ね、主催者、タタタさんっていう方が、タツジさんっていう方が主催で、始まったんですが、今回、ちょっといろいろトラブルがありまして、なんかいろいろわからない状態で始まりました。逃走中、おそらくあともう少しでハンターが放出されるんじゃないでしょうか。開始から2分間かってことは、残り3分からスタートということか。了解です。はい、あ、バイクの音がブーンつって外走ってるわ。いやー、逃走中に呼ばれるとは私も嬉しい限りですな。さあみんな頑張ろうぜ。残り20分。いや20分もねえや、20秒だわ。さあ最初隠れるの周りらしいので隠れてこう。やばいぞやばいぞやばいぞ。9 8 7 6 5 4 3 2 1。でー、やばい、来た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 。やばいぞこれは。始まった始まった始まったえ、めっちゃこっち逃げてくるじゃん。やめてやめてやばいぞ。どこにいる。やばい、来た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 。やばい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 、こっちから来てる。やばいぞやばいぞ。上に登れない。やばいやばいやばい。裏に回ってきたけど、どこにいる。いるな、あそこに。これもしかして後ろにいればね、安全スタイルあるから。みんなすでに放出されてる。やばいな、真下にいますね今回ギアは自由ってことで、イカ忍者はねもうプライドもなくつけてきたんで、いきなりもう壁塗られてんな。絶対ね、いきなり出てくるよりこれハンターを観察しながら行った方が絶対に安全だと思うんだよね。ハンターの動きを見つつね。来る、あっち行ったな。暇だから木でも塗っとくか。やばいやばい、来てる来てる、近づいてきた近づいてきた。こっちを登ってきた時に降りる。やばい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 、待って待って待って、やばい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 、危ない。セーフだー。開始2分間はハンター行動しない。その間マップを塗ることを専念しよう。なるほど、マップ塗ろう。いや、あえて、いや塗ろう。これはさすがに迷惑かけるわけにはいからないからな、いかないからな。イカだけに、いかないからな。イカだけに。やめよう。親父臭い。
お、来てるな来てんな。で、筆はさ、バレやすいよね、塗るときに。こっち来んなよ。オッケー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 。行ったところで、こう、音を出して、誘っていきながら。来るぞ。ほほほほほ。これはやばいわ。ここ最強説だわ。バッテラストリートここ最強説。絶対捕まんないと思うんだけど俺。逃げる。危ない。やばい。危ない。待って、本当にやばい。危ない。ちょっと待って、やばい。ちょっと捕まる。よし、わざと上に行った作戦。前半終了。あ、奇跡的に奇跡が起きたよ。1、終了。5、4、3、2、1、イエーイ、逃走成功。オッケー、逃げ切れた。え、意外と余裕だったな。さあ、後半戦やっていきましょう。無事、逃げられることができるのか。さあ、僕ね、最近ね、新しい自転車が欲しいんですよ。ということで、今回ね、無事、逃走成功して、逃げ切って自転車買いたいと思います。三輪車。間に合わんよ。これ、シャープマーカーの威力を見せてやるわ。いきなり来てるわ。早っ。マジで。ちょっと待って、マジかよ。お、速攻で落ちちゃうんだけど。終わったんだけど。ちょっ、おい、ちょっと待ってくれよ。このメンバーの中でもなんか一度捕まると復活することはできない。待って、プチプチさんについてこうぜ。さっきのとこが結構最強だったから、うん、ここ最強説あるから、逃げれるもんね。こっから来ても下に逃げればいいし、下から来ても届かないし。来てる？やべ、来てるな！あ、待って、あああああ捕まったー。捕まったー。もちろん三輪車は、なしだ。捕まっちゃいましたよ、トマトさ。もうトマト大好きなんだよね。食べちゃおっかな。来るじゃん。いや、死にたくない。死にたくない。助けて。いや、これきついって二人は。本当にきつい。やばい。もうスプラ1で鍛えたね。逃走センスで。なんとか逃げ切りたい。いや、もう3人捕まってんじゃん。嘘だろ。ああ、やられた。くそ、マジか。告知ならず。いや、もうそこにいるでしょ。いや、きつくないこれ、普通に。いや、もうほら、こうなるじゃん。ほら、こうなるじゃん。こうなるじゃん。そうな、来てるじゃん。ちょっとこれ、無理だって。うわぁ、俺今見せ場だった。みんな見た、今の。わあ、捕まっちゃった。これやべえって、マジで。本当に、いや、これ絶対無理じゃん。ゲームオーバー。はい、というわけで、まあ、告知枠じゃないんですけど、告知していいのかな、これ。最後にハンターをね、なぎ倒すプチプチさんでしたね。お疲れ様でした。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。イカ逃走中第1回目。まあ、無事ね、全員捕まってしまいました。まあ、無事でもない。全然無事じゃねえわ。痛いわ。いろんなところが痛いわ。ということでですね、また次回、イカ逃走中第2回目でお会いしましょう。イカよろしく。